見せてくれないか。よろしくたん。よし、やってみよう。だ、見たい。さあ、これはどうやるんだ。ピリオ君に密接に繋がってる曲みたいだ。密接に繋がっている、うん、ミスターワンダーランド、うん、これはこれは確かに、うん、お僕の声が流れてくる、うん、聞き覚えのある声だ、ね、聞き覚えのある声だ、うん、これは確かに以前マスターと奏でた楽曲、なんとなく思い出してきた、少し思い出してきた、うん、思い出してきた。ピロ君、この曲をじゃあ歌った記憶がもしかしたらあるかもしれない。記憶がうっすらとある、うん、うっすらとある、あ、流れ込んできた、流れ込んできた。確かただこの楽曲を確か少し難解な楽曲だったよな、記憶が難解な難解、そうだね、もうすでに難解なフレーズが結構出てきてるけど、食ってくるなんか赤いものや黄色いものや青いものを叩いていくことによって得点を稼いでいくのか、うん、そうだね、飲み込みが早いねなんか記憶で流れ込んでいく、上から奥から降ってきているこのノーツって言うんだけどね、これをね、こうどれだけさばけるかという、そう武器ではないよね、武器ではない、でも、そうだね、という自分が増えてきたら、これはダメージだよ、ダメージ、ダメージではないんだけど、ダメージじゃないね、このコンボという数字が、増えれば増えるほど、より良い成績がもらえると言っても過言ではない、あ、なるほど頼んだよ、ね、ではジャスロさんはこのコンボをたくさん蓄積しているから、たくさん今数字を集めるために今頑張っている、ヤシロさんがとても頑張っているよ、とても頑張っている、そう、とても難しそうだな、何や手を出しなく動かしたり手を上げたり、なかなか出はしない気候のような、そう、なかなかピリオ君の記憶はなかなか出はしない出はしない記憶のようだね、ただ僕が歌った歌の記憶、そのまま難解な譜面が何回も歌った時の記憶は覚えてるかな、覚えてる、覚えてる、思い出した、だんだん思い出してきた、だんだん思い出してきた、俺が未来のことを歌いながら、うん、考えながら歌った曲の番組の中で歌った曲、何か未来に大きな、うん、キーワードが隠されているような、キーワードがそんな気がするな、少しずつ思い出せてきてるかな、少しずつ思い出せてきてる、まあ、そんなことを言ってる間に八代さんが曲が終わろうとしている、いやだいぶ難しいねとても素晴らしいプレイだった本当かい何か君のピリオ君の記憶戻るのにちょっとね少しでもね、近づければいいなって思ってるんだけれども、なんかダメージを受けているのだから、やはり音楽武器かもしれない、これは生命を、うん、代償に戦う音楽武器のようだな、そうだね、結構そういうものを消費するのかもしれないね、はい、そうなんだ、こんなに疲れるゲームだったんだな、見事だ、いや見事だね、演奏技術だ。いや素晴らしかったあ、なんだこのリゾートピリオ君見てくれ、 S が3つある、さっき僕は S1 つだったけどドルチェさんは S が3つだから僕の3倍すごいってことだね、すごいことだ、うん、3倍も3倍の戦闘力を有しているということだ、3倍も有しているということだね、恐ろしいな、恐ろしいね、どれだけの戦闘力を秘めているんだ、とてつもなく難しい記憶だね、素晴らしい記憶を、だいぶみんな息が切れてしまったねやはり息が切れるものだったから、そっか、では、うん、2人のプレイを見ていたら、お僕もおプレイできるような気がしてきた、本当かい、ピリオ君、あ、まあ、少しじゃあ見せてもらってもいいかな、奏でてみようと思う、おー見たい、そろそろ、うん、始まるということですね、うん、そう、お、始まるみたいですね、うん、じゃあ見てみようかな、うん、ビリオ君の、あ、これはアマラ、何ちょ、僕たちの文明では何が書いてあるか理解できない、そうですね、そうですね、 XXX の文字がありましたが、はあ、ビリオ君、ピリオ君、このうまくない、ピリオ君、あれ
力ね。うん、だいぶうまいね。だいぶ、うん、あの僕よりうまいね。これはあでも、うん、キリオくんは、はい、まあ我々人間とは違うので、まあまあまあ、うん、そうね。多分なんだけど、うん、はい、ものすごい学習能力が高く、なるほど、身体的能力も高いから、あのこれぐらいできてしまうと、はい、それと同じ譜面してますね。そうですね。この辺りとこの辺りの見覚えのありすぎる配置、ものすごいリズムを使って取りにくいんだけど、キリオくんは取ってしまっているね。こんな難解なリズムを、うん、初めてのプレーで、やはりマスターの作る楽曲は全てリズムが複雑だから、変拍子もいっぱいあったりとかして、それを歌っていた時の記憶があると言っていたから、福田さんはリズムに対する対応能力が高いというところですかね。いやすごいですね。もうこんな一回やってこんなできちゃうんだったら、ちょっとやばい、やばい、今後がだいぶやばいよね。普通にめっちゃむずくて普通の声が出てる。ちょっとはっ、いや配置マジでクロセカリスペクトだな。うわー、ちょこれエグいっすね。この辺りとか、この辺りとかだいぶエグい、見覚えのある配置、かなり認識難の配置なんで、はい、難しいんですが、よく見えるな、ピリオくん。ピリオくんの学習能力の高さがエグいっすね。いや、ここのなんか、はい、そう、長いスライドの横にくっついてるちっちゃいのつが、ピリオくん、マジか、はい、うまっ、これ、あっ、うわ、見合わせちゃいましょう。見合わせちゃいましたね。うん、え？ピリオくん。ピリオくん。すごいねピリオくん。見よう見初めて。見よう見まねでやってみた。あと記憶の片隅にマスターが、うん、チュニーズのをプレイしていた記憶が流れ込んでいたので、うん、その通りに腕を動かしてみたら、はあ、できた。なるほど、これはすごいすごいということで、で、うん、すごいすごいだね。できちゃったんだ。できちゃいました。できてしまうんだ。できてしまうんだ。